ここは律者コアの深部、私たちの精神が互いに通じ合う場所よ。私、夢を見てるのかな。そうだと言っても信じてくれないでしょ。どうして早く教えてくれなかったの。あのジャケット着てないのね。え？ずっと着るって言ってたから。あ、それは冗談よ。キアナちゃんはいろいろ変わったわね。そうかな。私たちは何も変わってないってそう思ってるよ。ええ、その通りね。つまりここは記憶や魂のかけらと出会える場所。そうだよね。そんなところかしら。ただ私たちは本物の私たちで、本物の意志を持ってる。ここはもともと崩壊の意志が作った空間。以前偶然その存在に気づいて、こんな使い方を思いついたの。崩壊の意志？それってすごく危険なんじゃ。平気よキアナちゃん。それが私に影響を与えることはないわ。でもこうして交流できる時間もそう長くはない。キアナちゃんたちはオットーの脅威に向き合ってると思うんだけど、状況はどうなの。学園長、ブローニャ、それから委員長が全力を尽くして前に進む機会を作ってくれた。ネゲントロピーの人たち、ゼーレ、ロザリア、リリア、それからまだ天命に所属してるバルキリーたちも自分のやり方でできることをしてくれた。今私とデュランダルは同じ目標のために最後の戦場に向かおうとしてる。多分これが最後の戦いになると思う。デュランダルさん、仲間としての彼女はとても頼もしいから信じていいと思うわ。それなら私も力になりましょう。これは支配劇場の時と同じだってそう思わない。制服の雷、私の力を受け取って。同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直す。ありがとう、メイ先輩。さあ、行きなさい。時間がない、そうでしょ。メイ先輩、私。いいの、わかってるから、キアナちゃん。うん。メイ先輩に話したいことがたくさんあるの。やっぱり今度会う時に話すよ。次は直接会えるんだよね。ええ。じゃあ行ってくるね。私の戦いを楽しみにしてて。負けないでキアナちゃん。もちろんだよ。メイ先輩がいてくれれば百人力だもん。ちゃんと感じて、この百人分の力を。
冗談。エランデル、今だ。わかってます。ありがとう、メイ先輩。ディアンカ、キアナ、やっと来てくれたんだね。アポカリプスの名において天啓を迎える瞬間を共に見届ける君たちを歓迎しよう。君たち、本当に準備できたのかい？私に代わってユランダル。お願いします、キアナさん。支配はすでにつき、約束も一時的に消滅したが、それらは僕に時間を、邪魔が入らない場所をくれた。そのおかげで僕は律者を超え、直接神に到達したんだ。最後の晩餐の前菜といこうか。私に代わってディランダ。準備はいいですか？お願いします、キアナさん。僕の英雄たちよ、心から感謝する。昔も今も僕は君たちに嘘をついたり絶望させたりしたくはなかった。もちろん
僕は君たちの尊厳をないがしろにするまで世話をしようとは思っていない。この虚数の力をどう集結させるかは君たちが考えるといい。頑張れ、バルキリーたち。あれは虚無の盾。待ちたまえ。ここの主として君たちをもてなそうではないか。鬼滅はここに帰り、神聖はここから生まれ、この力は凡人のものでも律者のものでもない。虚数の最初の姿、大戦世界の真理の化身である。この偽りの神の力をよく味わうといい。頑張れ、僕の英雄たち。僕は地上に降り立つのをずっと待っていたんだ。うるさい、黙って。ああ、いいだろう。僕の演技はたまに自分でも気分が悪くなる時があるよ。
全てを壊せない。なるほど、やはり君たちは成長したようだ。来たまえ、これこそ本物の力。天上天下唯我独尊。どうやらこれが彼の本当の心象風景のようですね。行きましょう。最後の決戦はもうすぐやってきます。虚数の力、もし虚空そのものの構造を壊せば力も無効化できるんでしょうか。空の一者の力を使うってことだよね。長光もそんなことを言ってた気がする。やってみるよ。準備はいいですか、クリシナ。すでに虚数の木の洗礼を受けた僕は無限だ。君たちが無限をどう征服するか楽しみにさせてもらうよ。これが君たちの無限を征服するやり方かい？偽りの神の力を甘く見すぎているんじゃないか。君たちの神には全てを壊せない。聖魂律者、虚数の影で虚数そのものを超えようとしているのかい。この歌といこうか。沈まれ。それができるなら僕は最後まで喜んで付き合うが。準備はいいですか。決戦の時が来た。静まる。
ことがある。溺れ大いなる正午。ここは私に任せてください。バルキリーたちよ、僕のことを残忍だと思うかい？僕が残忍の意味を教えてあげよう。倒れた者をさらに叩きのめすのだ。特に自己顕示欲が旺盛ですね。その言葉は普通パフォーマンスが終わった後に言うべきだろう。あんたのパフォーマンスがもうすぐ終わるからだよ。伊藤の歌といこうか。キアラさん、ここは私に任せて。沈まる。どうやらこれが彼の本当の心象風景のようですね。行きましょう。最後の決戦はもうすぐやってきます。虚数の力、もし虚空そのものの構造を壊せば力も無効化できるんでしょうか。空の一者の力を使うってことだよね。長光もそんなことを言ってた気がする。遠慮しないで、やってみるよ。準備はいいですか、クリシナ。すでに虚数の木の洗礼を受けた僕は無限だ。君たちが無限をどう征服するか楽しみにさせてもらうよ。これが君たちの無限を征服するやり方かい？偽りの神の力を甘く見すぎているんじゃないか。うっとうしいですね。